プレゼントがあります。ありがとう。お前の誕生日も楽しみにしとけよ。もう弟の誕生日なんだから、部屋からたまには出なさいよ。最悪だろ。だから言ったの、お前にあの連中は無理だって。高瀬、お前に一つ指令を言い渡す。佐々木遥を調査してこい。兄ちゃん、誕生日おめでとう。